ってことで、今夜も、今夜もだ。強いな、手がもうバシンって今黒板に。来たでしょ、だってね。ほら、おばあちゃん入っちゃうんだから。急にテンションがもう。間違えるしかねえよ、これ。今日はまさか、それは、タワレコで、緑色のハッピーを着て、サイリンを持って。待ってください、演出の都合上、このサイリンは点灯しないでください。なるほど、わかりました。あ、さすが。なしでいきます。おい、ないけど手を挙げている。おい、さあ今日はね、校長先生の気合の入れようがすごいんだ、本当に。やべえ、ずっと上げ続けてるよ。盛り上がりがすごい。書き込みもすごいんだから、いっぱい書き込みも来ている来ている。兵庫県18歳男の子ラジオネーム焼きかけ。いや、うるせえなおい。うるせえで書き込み読んでんだから迷ってはいられない。ついに来た、来た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 。テスト期間中だけどどうしようとか迷ってはいられない。なぜならそこに欅坂46がいるから。今夜は群れませんと、いろんな意味ですごい被ってきてるの。東京都16歳男の子ラジオネーム、中高さん。おっしゃ、ピッピとおじきが生放送教室に来る。校長のおたまを二人に見せてやってください。まさに見せているよ。東京都17歳女の子ラジオネーム熊手名医。おじきスタイルピッピ、今日の生放送教室めっちゃ楽しみにしてました。おじきスタイルピッピ大好きです。この二人のコンビと校長のテンションが合うのが今からドキドキだ。まさに今噛み合っている。ボーンは自分で言わなくていいだろ。ボーンは自分で言わなくていい。ヘッドホンをつかみ取るな。決まったじゃないのよ。ってことで漏れちゃってるよ、もう声も。本日生放送教室には欅坂46より、欅坂46のお関塚さん。ちょっとあの、おじさん、第一声がそんなに上ずっちゃダメ。どうしましたか。一応あのスクロボロックもスペシャルウィークでやらせてもらってて、そんな上ずりをね、聞かせられたらちょっとたまったもんじゃない。もう一回いいですか。そうですね、もう一回じゃあおばあちゃんからいきましょう。いや、長い。おばあちゃんからと長いから。本日お越しいただいてるのは欅坂46の小関里香と志田真中です。よろしくお願いします。決まったのかな、これはね。いや、4分弱かかりました、これ到達するまでに。校長の成長次第だった気するけど、スクロブロック生放送教室にはお二人はじめましてということで、はい、小関里香ちゃんと志田真中ちゃん、うん、いわゆるエキセントリックのミュージックビデオの関が前後コンビってことでお願いします。いわゆるが長いんだよな、ちょっとね。知らなかったです。2人前後でしたよ。あ、本当に。本人が知らないことして誰にも言うなよ、それは。目を隠したり耳を隠したり。全国放送だよ、これ。その時の小関さんのこの手のやつ、いい、はい、ありがとうございます。はいね、あれ手いいっすよ、あれね。嬉しいです。手いいっすよねって、どんな褒め方なのよ。志田さんのあのミュージックビデオの表情もすごいっすよね。ありがとうございます。上に君臨してるところから下にこう沈んでしまうところ。すごいですね、喋りが、はい、あ、やめた方がいいっすか。お二人どうですか、この校長先生のことは知ってましたか。いや、なんか私のイメージはもっと太ってるイメージで、はい、僕実は体重120キロあったんですけども、あの今日の今日までやっぱ楽しみなんでダイエットしてきて。嘘つけよ、はい、どんな嘘なんだよ。56キロ減量。奇想天外すぎるよ、嘘の感じが。はい、ありがとうございます。志田さんは平手友梨奈ちゃんのガールズロックスに、そうです、以前ね、ゲストで来ていただいて、うん、はい、であの時は友梨奈ちゃんがちょっと声がね、声が良くなって、うん、そうです。でもその復活した瞬間に立ち会ってくれてたのが、はい、感動的なね。ねえ、その説はありがとうございました。あ、全然大丈夫です。どうでした、あの時の女子クラス。女子クラス、はい、あ、でもなんかラジオで電話がすごい初めてで、うん、楽しかったです。何ですか。はい、話しやすかったです。あ、生徒ともだし、面と向かってよりは、はい、電話の方が話しやすかった。話しやすかった。カスみたいな。いや、そんなこと言うのよ。そういう意味じゃないよ。話しやすかった。話しやすかった。尾関さんもこれ僕ら初めまして。はい、初めましてです。で、はい、あのようこそいらっしゃってくださって。いらっしゃいました。いらっしゃいました。ちょっとだけ時間経っちゃいましたけども、今月ね、お誕生日迎えられて、ありがとうございます。無事28歳になりました。おめでとうございます。おめでとうございます。みんなで祝おう、これは。形になられて、うん、ね、そしてこうしてこう来ていただいて、スクールブロックのことはどうですか、存じ上げていただいたり。知ってました、はい、高校生の時に、はいはい、やっぱりスクールブロックだからこそ、はいはい、やっぱ高校生の時聞いてました、はい、マジっすか。結構友達とかでも聞いてる友達が多かったです。学校で流行ってました、はい、マジっすか、はい、もっと早く言ってくださいよ。なんちゅう言い方してる。なんかどんなイメージ
メージとかってあります？スクールオブロック。ぼんやりでもいいんですけど。ザ学校っていうイメージが、はい、大きいですね。でも学校にこんなテンションの人いないでしょ。いないです。いや、いっぱい日本全国にどんだけいると思ってんの。チームケアオタの筆頭よ。あ、そうか。筆頭株主よ。株主なの。株主の話変わってきちゃうけど。ケアオタカンパニー。あ、みんな。じゃあここから挨拶させてもらいますんで、はい、はい、一緒にちょっと声出してもらってよろしいですか。はい、はい、それではスクロブロック本日も開講です。起立。今日めちゃめちゃたくさん書き込みも来ていて、はい、お二人がこう来校してくれるのを待ってるやつがたくさんいるんで、ちょっとじゃあ声出していこうかなって話からね、行きましょう。お願いします。レイサーケーベー、ここで何くんのかね。スクールオブロック、これどっから話そうかな。まずまずミュージックビデオの尾、はい、関さんの、はい、最初の眼差しめっちゃかっこいい表情されてるじゃないですか。命かけました。わあ、すごい。どういう気持ちを込められてるの、鋭い眼差しなんですか。なんかもう、はい、もう今日しかないかもしれないと思って、うん、今やんないともうないかもしれない一生って思って、はあはあ、行ってやるって思いましたからのあれね、はい、ちょっとミュージックビデオ公開になってるからもう一回見ないとダメだこれ。もう見直してもらいたいです、たくさんの方。何度も何度もね、はい、志田さんにとってはこれどういう曲になったんですか、この5枚目シングルは。でも、はい、私は MV 撮影の中で一番楽しかったです、うん、今までの何曲もやってる中で、はい、やってる中でどういうとこが、なんだろう、でもやっぱその表題が今までと全然違うテンション感で、うん、なんだろう、撮影中もみんなの笑顔が多くて、うんうん、だからなんか雰囲気も明るくてすごい楽しかったです。はい、それまんま出てますよね、あの映像にね。まんまワイワイ感すごくなかった。ワイワイ感。うん、みんなのなんか自由で、自由な感じが、騒いでみたいな感じが楽しかった。来週水曜日、ついに10月25日にリリースになる5枚目シングル、欅坂46、風に吹かれても、以上。スクールオブロック、ブルボン、富士屋ルックチョコレートがお送りします。パッて手広げてみ、あ、未来の鍵を握るレディオスクールオブロック、校長の富山です。ロックのスペルは LOCK、 京都の下です。教頭と校長ともっと仲良くなりたい、欅坂46の尾関里香です。こいこい。校長のテンションについていけない欅坂46の志田真中です。だけどテレビとか見る限りはも隠してんじゃん。いや、なんか違うじゃん、いつも。いや、まだ初対面なんで、はい、ちょっとそこまで出せない。そうですか、はい、うん、ちょっとだけへこんでます。へこませないでください、校長先生よ。さあ、そんなお二人を迎えしておくる今夜の放送授業は逆転握手会。まあ、握手会、その名の通り、欅坂46の皆さんが実際にファンの皆さんと握手がすることができるイベントのことなんだけれども、はい、我が校の逆伝握手会で握手はいたしません。はい、握手をしない代わりにみんなと電話でお話をしていきます。これね、欅坂のことが大好きだけれども、いろんな事情があってね、なかなかこう現場に行くことができない。北海道に俺住んでるんで、飛行機代とかなかなかないんすよとか、私、鳥取に住んでるんで、今全身砂まみれなんで、出ることそのイメージないよ。だけじゃないからね。そんな中、今日はもうこの特別に電話の中で握手会を開催するということで、はい、しかも今日はね、尾関里香ちゃん、志田真中ちゃん、うん、お二人とこれなかなかないでしょ、こんなだって二人レーンみたいな、うん、確かに一回、はい、初めてね、はい、のサイレントマジョリティの全国握手会で一緒にペアになったことは、はいはい、それ以来ないです。じゃあもう2年私は漢字のメンバーと一緒になることがもうなくなりました。あ、そうなんだ、なるほど。はい、レア入りました。来ましたね、これはね。いただいた。はい、どうも。さあ、これ逆で握手会に参加したい生徒は今すぐ学校掲示板に、志田真中ちゃんと、尾関里香ちゃんに話したいこと、そして聞いてほしいことを詳しく書き込んで、逆で握手会のチケットをぜひ手に入れてください。ちなみにこれはお二人のことなんて呼んだらいいですか。僕ら、私はピッピで大丈夫です、はい、あ、マジっすか、はい、ピッピ、ゆりなちゃんもそうやって呼んでるように、はい、ピッピと
私は尾関で大丈夫です、はい、なんか呼び捨てっていうのもなんかな ピピピ尾関っていうのねちょっとね強い感じになっちゃいますけど全然、うん、ウェルカムですマジで、はい、リカちゃん誰って思ったの最初、はい、あのリカちゃんあんまりリカちゃんって呼ばれても反応できないんですよ、はい、あんま呼ばれ慣れてないから本当に呼ばれないですねマジで俺的にはなんか尾関よりもやっぱ月刊ヤンマがグラビアガールとかっていう名前しようかなと思ったすげえ長いタイトルだないやあさって発売だから、ね、そうだとしてもよヤンマがね嬉しい、はい、覚醒されてるってすごい目が怖いんだよ校長すごい時より目が怖いえ、なんでも知ってくれてますね僕何でも知ってるからすごい気をつけてください何でも知ってるんだよね本当に尊敬です本当に平石の時の最後の動きはい正解おっしゃってた今発表こうやってあのバサバサってやったんだけどこれはあの平手友梨奈ちゃんのブレザーが最後にこうやってやるところはい、チェックしておいてよかった怖いってよあれ誰か今怖いって言わんかったえ誰も言ってない、ね、言ってるし今尾関が怖いって言いましたこれすげえ息荒くなってる過呼吸不安な空気流れてるのこれ大丈夫とにかく今日逆に博士会をやるんで、はい、あの参加したやつは学校現場に書き込んでこい来すぎたかこれらちなみに学校現場に書き込むのが学校現場に登録が必要になりますまだね登録をしてないという生徒は我が校のスマホアプリがあるんでスクールオブロックアプリで検索してまずは登録をしてみてください、まあ、メールのね欄もあるんでそこからでも OK なんで、はい、質問でも相談でもメンバーのモノマネできますでも、うんうんね、今危なっかしい曲を立ててますってやつでも、はいはい、私は誰よりもエキセントリックですってやつもいるだろうしううろう僕にとってはあれですね東京タワーこっから見ますねみたいなやついるだろうから例えが長いよ、うん、そういうやつやっていこうってことだ、はいはい、学校掲示板メールすべてはスクールオブロックのウェブサイトからアドレスは PC 携帯ともに www.tfm.co.jp/ロック www.tfm.co.jp/ロック ロックのスペルは LOCK ファックスは東京03-3221-1800 東京03-3221-1800ですちなみにファックスめちゃめちゃ募集してる場所なんですけども、はい、なんかテーマそのピッピからもらってもいいですかファックスそんですから何でもいいですホントフリーなテーマ何でもいいです絵とかみんな書いて送ってくれたりするんで、はい、何でもいいです何でもいいですよ本当にでもなんか、はい、いつもそのテレビ上のこととかをすごい聞かれるので、はいはいはい、なんかもっと深いとこを聞いてほしいです深いとこきあファックスのどんな絵描いてきてほしいかっていう話、はい、絵ですか、うん、絵か、うん、話が通してなかった絵ですかじゃあいいや好きな欅坂を描いてきて送ってくれたらいいかな、はいはい、ってことで今日は2時間よろしくお願いしますお願いしますお願いしますSchool of Rock未来の鍵を握るレイディオスクールオブロックと申しますスクールオブロック欅坂46の尾関里香と千田真奈香ですお願いしますなんだけど、はい、ちょっと女子クラス行くっていうなら言ってくんないとさびっくりしましたよびっくりしちゃったよ本当にすいませんまあ楽しかったでも女子クラスは、うん、すごい楽しかったですなんか楽でした、うん、楽、はい、ここより楽ってことかな気が楽ってことか絶対に楽しましてやんよ怖いな怖いな言い方が今日は、ねはい、お二人来ていただいてる生放送教室に、うんこういったテーマでお送りしたいと思います逆で握手会ああ曲入るたびこれやってたがね校長先生曲入るたびこれやってたよ違うのよ進まないのよ曲入るたびこれだったら違うのもう仰向けになっちゃってんじゃんもう今日はやっぱ握手会の計画を出してくれてるやつもいっぱいいるわけだからさ危なっかしいけどねちょっとねちょっと俺計画大好きで、はい、ちょっと一回テーマとはそれるんですけど、はい、この後ピッピがあの煽るとこあるじゃないですか、はい、それここでやってもらう無理か無理だよなここ無理だよね急に言ったら無理無理だよねまっと盛り上がれーやったー校長が立ち上がってスイッチ入ったここでしか聞けないからいやいやそうですか喜んでるよそれはね俺の手柄俺の手柄そういうのいちいち言わないでよ早く進めようよ今日はね握手会、はい、握手会に参加したことがないけれども今日はこの、ね、逆年のね中で握手会開催するってことで、うん、今日ねもう尾関さんもピッピもめちゃめちゃ並んでて、はい、もうすでに全国から強烈だ強烈ちょっとまず声聞いてみようかないけるのかなもし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 校長の遠山です京都の安田ですそして欅坂46の尾関里香です。生中です。名前教えて。熊本県17歳在住、熊本県在住17歳、ラジオネームなるてちです。そこの順番大事だよね、やっぱな。今、どっちでも大丈夫だけどね。なるてちは今何年生、高校。
高校3年生。これ今めっちゃドキドキしてるでしょ。やばいね。いやもうやばいです。そうだよね。それそうなるよね。ケヤキお前好きだもんな。はい。めっちゃな。そうだね。めっちゃ好きです。誰推しとかあるわけ？あ、もう須田さんです。わー、ありがとうございます。ちょっとさ、今日さ、この逆で握手会さ、お前一人目なんだけども、うん、ただね、ちょっとナルテジ後ろ見て、めっちゃ人いるのさ。すごいのよ。ちょっと一瞬待っててもらっていい？はい。ちょっとごめんな。もしもし。もしもし。二人目、名前教えて。ヤショです。ヤショ？ヤショ。はい。何歳今？16歳です。高校何年？うん、2年生です。あ、来た。中二高にはフリーダーム！ん？フリーダーム！ナイスフリーダーム！ね、ピッピが驚いてる。あれどうしましたピッピさん。何ですかそれ。これはね、中二高には一番自由な時間があるんじゃないかってことで、私毎回叫ばせていただいておりまして、はい、以後覚えててください。すいません、勉強不足でした。いいんですよ、いいんですよ。ヤショウもこれ握手会参加するってことでいいんだよね。はい。でケヤキ好きなんだもんね。好きです。あ、ちょっと待って、ヤショウ待ってくれ。あれ後ろにまだいるの。ちょっと待ってて、ね、ヤショウもね、ちょっと待ってね。もしもし。もしもし。よし、名前教えて。名前、長野県16歳、うん、ラジオネームバーディートライです。バーディートライ、バーディートライ。バーディートライは高校1年生今ね。はい、高校1年生です。でもちろん欅大好き。本当に大好き。いやもう誰よりもだと。どれぐらい歴は好きになって。いや、うん、割と最近なんですけど。それでも気持ちはね、熱意は負けない。本当に大好きです。 OK で、ごめん、まだ後ろにいる。あれマジか。まあそりゃいるんだけど もう剥がしがさばくの大変だから。そっかそっか。もしもし、行く。もしもし。いるね。名前教えて。京都府在住、京都府の15歳、うんうん、梅木アット46です。それな、京都在住だから京都だよな、それな。そうだね。そうなるよね。46はこれ何の 46？ 欅坂46の46です。そうなんだ。そうなっちゃうね。大好きなんだね。はい。オッケー。ちょっと待っててね。今ね、ピッピとおじきさん、もう4人今並んでる状態で。はい、今いるんですよ。ただ限られた時間しかないけれども、はい、ちょっと順番にガン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 行こうと思うんで、はい、ちょっと2人はそこで待っててください。待ってます。僕らがしっかりと剥がしやらせてもらいます。お願いします。じゃあ順番に行くから、まずナルテチ。ナルテチ。はい。もう限られた時間だけども全てを伝えるんだぞ。はい。何でもいいから。じゃあお二人も準備よろしいですか。はい、はい、大丈夫です。よし、じゃあ最初にまずナルテチ、逆転握手会行くぞ。よい、はい、スタート。いけ。自分は欅投手から須田さん推しで、まだ握手会に行ったことないんですけど、はい、2月の握手券を取ってます。あ、で、それに行くためには大学の推薦入試で合格することが必要なんですけど、はい、でその合格するために今一生懸命勉強頑張ってるんですけど、はい、さらに頑張るためにちょっと応援してほしくて、はい、今日しました。はい、じゃあそのエールをピッピからいただきたいってことね。はい、 OK。 はい、2月の握手会待ってるので、勉強を今精一杯頑張って受験合格してください。待ってます。はい。はい、時間でーす。冷たい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 、なんだか。はい、次ヤショウ。ヤショウ。はい、じゃあもう伝えたいこと、もうある、大丈夫。はい、よし、じゃあヤショウの逆で握手会スタート。はい、私はお関ちゃん本当に推しで、で、おできちゃんのお箱の長澤まさみさんのモノマネをする、おできちゃんのモノマネをします。すごい、入り組んでるね。おできさんの、長澤まさみさんのモノマネのモノマネ。はい、はい、ちょっと聞きますよ、したら。あ、聞きます、もちろん、お願いします。で、行きます。ちゅ。私こんな感じですか。こんなだよ、こんな。でもなんかちゃんとリスペクトしてくれてるのが嬉しい。はい。話の私からですね、尾関さんのアンサーモノマネなんてのは無理ですか。あ、やります。いいですか。はい、じゃあヤショウ、お前のために届けてくれるからな。はい。おお、ああ。どう、ヤショウどうだった。事故ですね。冷静な意見。事故。ありがとう、ヤショウさん。似てたわ。ヤショウ似てた。はい、時間でされました。ヤショウどうもありがとうございました。すいませんね、本当に短くてね。さあ続いて、バーディートライ。はい、よし、じゃあもう大丈夫か、準備は。はい、オッケー。じゃあ逆転握手会スタート。お二人にちょっと特技を見せたいんですけど。大丈夫か。早口言葉で、はい、坊主やブログにを何度でも言えるっていう。はい。何度でも。いきます。はい。坊主が病文上手に坊主の絵を描いた。坊主が病文上手に坊主の絵を描いた。坊主が病文上手に坊主の絵を描いた。
もっと言ってください。坊主が病院上手に坊主の絵を描いた、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 坊主が病院上手に坊主の絵を描いた。切なすぎる、ここで終わっちゃうと。ここで終わっちゃうと切なすぎるよ。何のために来たか分かんないよ、これ。いかがでしたか？いや、すごい。できない、私は。私もできない。何回ぐらい練習したんですか？え、もうなんか気づいたらできてます。ちょっとピッピやってみますよ。アンサー早口。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。あれうまい。あれええじゃあ大関さん、坊主が上手に坊主、はい、じゃあ行かねー、ごめんなーごめんなー、バンディトライごめんなー。ただいい早口言葉で素晴らしかった。すごいね、うまかった。バンディトライありがとうございました。どうもありがとうございます。さあ続いて4人目、梅家。はい、よし、お待たせ。はい、逆転握手会準備大丈夫か？大丈夫です。じゃあ梅系逆転握手会用意スタート。僕ずっと志田真中ちゃん推しなんですけど、今高校1年生で、正直学校が始まってまだまだ慣れずに、はい、で勉強とかも中途半端で、はい、そしてテニス部入ってるんですけど、はい、部活も正直中途半端なんで、はい、これから一生懸命頑張れるために勝つをください。勝つ力をちょっと欲しいと。気合入れてほしい。はい、なんだろう、まあとりあえず自分がやりたいことを精一杯ちゃんとやってください。はい。かわいい返事。はい、素直だったな。いいね。15歳。ありがとうございます。15歳、若い。これはそうだね、1年生。2002年生まれですよね。高一、うん、か。高一か、はい、楽しんでください。青春だ、はい、ね。さあこれでじゃあ4人、うん、無事いけたってことで、ナルテチヤッショ、バーディートライ、そして最後の梅家、みんないるまだ、はい、ありがとうね、参加してくれて。ありがとうね、ありがとうございます。最後ね、時間があんまないから、最後言いたいこと4人同時に行こうか。そうね、それぞれの思いでいいからね。2人届けて、うん、じゃあせーの、おゆきちゃん大好き。全然わかんない。届きました。おてきさんのところ届いた。聞こえましたよ。ピピンとこまでは。私はちょっと男性の声でちょっとわかんなかったです。四人どうもありがとう。ありがとうございました。なんかお二人はその早口言葉あんまちゃんと言えなかったことに対して悔いてますか？今ずっと練習してたじゃないですか。確かにね。尾関がすごい悔いてます。はい、もう一回言ってみます。行きましょうか。はい、坊主が上手に屏風に坊主の絵を描いた。そもそもだね、まずね。そうだね、うん、坊主が屏風に上手に屏風わかります。あ、わかります。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。そう、うん、はい、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた、うん、おお、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。はい、もう一回。坊主が上手に坊主に上手坊主になっちゃうね、これね。すぐ坊主が出てきちゃうね。坊主が屏風に上手に飛来心を突き抜けたみたいだったらいいんじゃないですか、これ。坊主が上手に坊主に飛来心を突き抜けた。絶対坊主が出てきちゃうね。謎の悪、坊主が出てきちゃうね。だから逆で握手会、はい、この短時間で4人、はい、行けたんで。楽しかった。楽しかった。本当ですか。話しやすかったです。本当なくし会で早口言葉聞いてくださいとかあんまない。ない。ない。あんまりない。一回もないね。今日ね、だから、うん、まだまだ握手会の列がね、すごいやまないので、はい、全国各地、うん、このあと11時台も改めてお二人には登場していただいて、やりたい。早口言葉も終わりよ。はい、早口言葉逆転じゃないから握手会をね、これはね、でも楽しかったのね、まだ楽しみです。行きましょうよ、はい、逆転握手会に参加したい生徒2人と何を話したいか学校掲示板に詳しく書き込んでください、うん、まあ質問相談、まあ感想とかいろんなことでも大丈夫です。アドレスは PC 携帯ともに www.tfm.co.jp/ロック、ロックのスペルは LOCK、 ファックスは東京03-3221-1800、東京03-3221-1800です。ファックス、我が校すごい大切に先生募集してるんですけども、うん、なんかピッピーこんなテーマで絵を描いてほしいっていうのがあればこう嬉しいんですけど。あ、じゃあ、はい、悪意のない似顔絵を欲しいです。悪意のない似顔絵は誰の似顔絵？織田七で。織田七メンバーの自分たちはいないんだ。いないのに。じゃあみんなはそれが悪意ある気がするけど。悪意のない似顔絵待ってるぞってことで、この後11時台もよろしくお願いいたします。
FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック、お関スタイルこと尾関リカちゃん、改めまして今月の7日に20歳の誕生日を迎えられてるということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。無事20歳になりました。いつもアドバイスしてくれるっていうお姉さん、あご存知ですか。はい、番組で見させてもらいました。ありがとうございます。お姉さんから何かこの誕生日20歳になったことで、はい、いただいた言葉とかあるんですか。それがなんですね、まだいただいてないんですよ。だってもう東海11日経ってるよ。多分、はい、祝いたいけど多分もう恥ずかしい感じの気持ちが多分なんかどっちかっていうより、はい、なんか今はなんかもう私の活動に対してアドバイスをあげる方に熱意がいってて、多分もうそれどころじゃないんだと思います。もうパーソナルなデータとかどうだって今は。そうみたいです。なんか今はやっぱり5枚目シングルに向けて、なんか今が大事だから今が大事だからって毎日連絡来ます。初めてのフロントメンバーにもなってってことで、はい、今逃したらないよって毎日のように言われてます。それまではなんかなかなかうまく聞き入ることもできなかったみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。そう、なんか結構うるさくて、はい、いろいろ、はい、うん、やっぱはい、アイドルが好きなんで、うん、厳しいんですよ意見がね。らしいですね、はい、なので、はい、スルーずっとしてたんですけど、うん、いやさすがにこのままじゃいけない、はい、と思って、うん、最近はちゃんと聞いてます。じゃあまあそんなアドバイスの最中ね、はい、ちゃんと20歳おめでとうってこともね、はい、言ってもらえたりですよ、お姉さんからね。なので、うん、言ってもらえるように頑張ってます、はい、校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK、 モナオこと志田まなかちゃん、はい、ちなみにですけどこしあんとつぶあんはどっち派ですか。あ、私つぶです。これはなぜ。なんかちゃんと小豆って分かる方がなんかいいです。安心感が、食感をちゃんと感じていたい、はい。なるほど、ありがとうございます。京都の芦沢です。あんこのあんこの種類をちょっと聞きたかったんでね。僕はこしあん派なんでどっちなのかな。単純にシンプルな疑問として、シンプルな疑問として聞きたかっただけです。僕の新たな一面を掘り下げたかっただけなんです。やっぱでもモナ王国のね、はい、トップに君臨されてるやっぱこれピッピなわけですから、はいはい、最近どうですかモナ王国のその調子は。調子は国政の方の、あでもなんか入りたいって人が多いですね、はい、欅のメンバーの中で。いやファンの方で。できるんですか、入ることできるんですか。いやできないです。厳しかった。ものすごい門番いた。絶対に無理なんですか。オタたちが入るのは絶対に無理ですね。これさえクリアすればオタでも入れるっていうのとかあったらなんか嬉しいんだけどな。無理か。無理ですね。無理か。普通こういう時なんか一歩ぐらい譲歩してくれるはずなんですね。一切でしたね。ごめん聞いてるお前無理だ。王が無理だっつってるから引き返そう。てことで改めまして今夜の生放送教室には欅坂46の小関里香です。千田真中です。よろしくお願いします。お願いします。今日はドア頭からね、来週の25日に5枚目シングル風に吹かれてもも発売するということで、はい、生放送教室にお越しいただいてるんですけども、はい、我が子はやっぱり世界一ファックスを大切にしてる学校ってことで、はい、10時台のラストでピッピからファックス隊のテーマ、はい、改めて もらってよろしいですか、はい。悪意のない小田七菜の似顔絵。メンバーの小田七菜さんの悪意のない、そうで悪意のない。これ募集して、はい、割と来てるんですけど、ちょっとまずねラジオネームがね静岡のちかちゃんかな。ちょっとお二人見ていただいてよろしいですか。あ、かわいい。ちゃんとゆいぽん大好きって書いてあります。小林ゆいちゃん。はい。はい、小関さんいかがですか。ちかちゃんの絵はなんか、うん、いつもメンバーが描いてる悪意のある小田七菜じゃない、うん、ちゃんと可愛くなってる。今ねちゃんとテーマに沿ってねちゃんと描いてある。うまい ね、 ね、うん、他にもね届いてるんですよ。ラジオネームハムカツ御前が描いた小田七菜。似てる。目がすごい似てる。えちょっとさ悪意あるくない。鼻がね。確かに確かに。でも私の絵よりは悪意がないかもしれない。え全然うまい、うん、ハムカツ御前さん。これじゃあ、うん、多分後ほど放送後期にも多分上がるんで、はい、みんなも見てほしいってことと、はい、よかったら小田七菜さん本人にも、はい、それちょっと見せてあげてくれたらみんなも喜ぶと思うんで、写真撮っておく。撮ろうね。ぜひちょっと持ってってくださいこれ。すごいスーツなんだちゃんと、ね、風に吹かれてもバージョン。ありがたい。さあ今日の授業テーマを2人お迎えしてこちらをお送りしている逆転握手会を開催。
走ってこい。いや違う違う違う、行かないで行かないで、校長行かないで、まだあるから。すごい後ろ、みんな待ってるから。すごい後ろ、すごい、ハッピーの後ろが、ハッピーの後ろに注目された急に。すげー、走ってたから後ろが見えてね、みたいな。こうって言ってるから、この直前ではの傘をこうやって回して踊ってたりとかするからさ。ミュージックビデオの話、懐かしい、うん、そういうこと。今日はね、逆で握手会やっていく。はい、もう逆でこの放送の中で握手会、普段どうしても握手会行くことができないやついっぱいいると思うから。はい、私沖縄に住んでるんで飛行機でなかなか行けないんですよとか、うんうん、僕鳥取に住んでるんで全身砂まみれになるんで行けませんよとか。なんでそれ限定なんだよ、そんなことない。いると思うんで、うん、あれいるね、並んでるよ、11時台も。そうそういますよ。どんな生徒が並んでくれてんのかな、二人の連にもしもし。もしもし。もしもし。校長の遠山です。京都の芦沢です。そして欅坂46の大関梨花です。田真中です。名前教えて。東京都在住の平手由里奈です。うん、うん、ええうん、東京都なるほど、東京都在住の、ね、在住の、うん、はい、在住の平手由里奈です。あのね、うん、そういう冷やかしは受けてないんだ。そうなんで、やめてくれないとね、そういうのはね。え、違う違う違う、ね。え、これ違う人やん。高校1年生、東京都在住の平手由里奈です。同じく。ちょっと待ってね。あれ、こっちでチェックしてください。書き込みくれてる、もしかして。あ、書き込み書きました。東京都16歳女の子、ラジオネーム、感じでね。平手由里奈、かっこ、欅坂46。え、ちゃんと？タイトル、電話。内容、電話電話以上。怖い、怖い、怖い。冷やかしでしょ、やっぱりこれ。それについてもレスがたくさんついている状態。え、ちょっと待って。ちょっと待って、平手由里奈ちゃんってことでいいの、マジで。はい。ちょっ、焼き坂の平手由里奈です。なんでイエーイ。マイク乗ってきたじゃん、ここに。ミッキーも歌ってくれてる。あ、パルコ。そう。そうって。え、最初さ、もしもし、私も分かんなかった。だから普通に欅坂46の大関梨花ですって普通に言っちゃった。私も誰か分かんなかった。あれ？え、分かんなかった。ちょっとすいません、あのこれ握手会なんでちょっと勝手に喋ってる。厳しい厳しいな、やっぱさすが、誰に対しても厳しい。え、ちょっと待って、じゃあ平手友梨奈ちゃんは、うん、欅坂46がやっぱ好きなの？大好きです。わあ、だからわざわざ握手会並んできてくれてるってことでしょ。ありがとうございます。いつぐ、何きっかけで好きになったの？それ聞くの？やっぱり、はい、言ってくれサイレントマジョリティ。ああ、ね、それはそうでしょう、ね、もうあの歌詞にちょっと共感しちゃって、やっぱあそこでやられたみんな多いよね、やっぱね、そうなんですよ。友達もやっぱサイマジョからって子が多いです。なんでこのファンの位置から喋ってんの？ありがとうございます。ちなみになんか誰推しかなんかは聞いてもいいかな？私は、うん、あの織田奈々なんです。あれめちゃくちゃホットワードで出てくるな、織田奈々。初めて聞いた、ね、初、嘘、初めて聞いた。あんま言ってない、織田奈々が好き。似顔絵ファックスします。え、送ってくれるんですか？いや、後で送ります。本当に？いや、もう事故の匂いしかしないよ。悪意が、悪意が受けて、本当に絶対ある方を使えないちゃんと、悪意なく書きます。本当に？はい。いやでもこうやって2人のところに並んでくれてるから、うん、はい、ちょっとじゃあ今から逆転握手会開催するから、はい、思いの丈をじゃあ平手友梨奈ちゃん伝えよう、2人に、うん、はい、2人も準備大丈夫ですか？あ、大丈夫です、うん、じゃあ、なんかめっちゃ緊張する、ね、私も緊張する。心臓ドキドキなんだけど、まずおしめ初めて聞いた。でちょっとショック受けて。じゃあいきますよ、逆転握手会スタート。えピッピ、あずき、はい、はい、今日何時に寝る？え？今日？4時くらいかな。寝なくて今日。はい。私は2時半ぐらいかな。なんか。え？どっちで喋ってる？え？今尾関さんが2時半？はい。ピッピは？4時。4時？うん。何してるの？え、なんか最近寝れなくて4時になっちゃう。本当？うん。私も寝れない、うん、じゃあ一緒に寝よう、うん、一緒に寝よう。今日ピッピの部屋行っていい？いいよ。ちょっと何この会話。あ、まだ続けてもらって大丈夫？続けるんだ、止めないで、このパターン。今何してるんですか？あの、クッキー食べてました。あ、そうなんですか。はい。私もさっき食べたわ。私も食べたクッキー。本当？うん。え、何のクッキー食べました？なんと、カンパン、カンパン。
あ、私もカンパンちょっと食べました。カンパンちょっと、私ハロウィンのクッキー食べた。あ、私もハロウィン食べました。え、一瞬すごい、一緒だな、美味しかった。ハロウィン近いもんね。うん、そう、今日、あ、なんか今年ってハロウィン31日なんだって。え、いつもそうじゃないっけ。え、いつも31日だよね、うん、え、そうなの。30日じゃないの。え、どっちなんですかね。え、冷たかがしの人。ちょっとなんかどうしよう、まだ聞いてからな。校長、校長話してください。え、どうぞ。私はがしです。校長、あ、全然いいですよ。校長めっちゃ興奮してるじゃないですか。顔がめっちゃ赤くて、やべえな、やべえな、髪の毛ずっと描いてる。赤いんだ。いや、それはそうだよ。もったいない。そもそも習ってくれてる人と話し出すっておかしなことだから。なんかすごい話したそうだった。いや、お互い、お互いの好きなとこ、どこ好きなのかなとか聞きたかったりとか。ね、あるけどもね。最後にそれだけダメかな。知らないから、それね、見たピッピの大関さんの好きなとこだけ聞けるとか無理ですか。聞き知りたい。好きなとこ、うん、ピッピは、うん、なんか、うん、優しいところ。え、ガチ喜び。ピッピニコニコだよ今。大関はなんか声かけてくれるところ。みんな違う生き物なんだよ。不正の発信って何。嬉しい。そう、 LINE のスタンプいっぱいくれる。そう、連打するのいつも。そう、あとでも今日ピッピからすごい来た。開けた、めっちゃ。すごい。ちょっとゆいなちゃんマジでびっくりしたよ今日これ。びっくりだわ。あ、また電話していいですか。うん、いつだっていいよ。いや、ずっと待ってる。右見たな。ほっとたいよ。何、なんか、キャキャを聞きたいです。俺の、はい、あ、全然、じゃあ俺もうここ24時間待機いるからね。ここダメだよ。ああ、永遠に終わらないから。ああ、これフリーダイヤル。ああ、こっち全部電話代もこっちで、こっちずっと待ってるから。ああ、ちょっと、え、なんだろう、じゃあまず平井陣聞こうか。そうだね、そうだね。じゃあ一旦切るね、ゆりちゃん、はい、ゆりちゃん、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。あのさ、ちょっと待って。どっから話したらいいんだろう。また始まった。まあ、とにかく平井心最後いつだって味方だーで、あの、ゆみなちゃんもこう混ざって踊るところ、はい、泥だらけになりながら好きなんだけど、ね、ね、はい、それどころじゃねえな今。どうなっててんだろうね、はい、今日は、はい、まあでも、ま、並んでるわまだ。そうね、明日行きましょう、はい、行こう行こう、行きます、もしもし。あ、もし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 。校長の富山です。京都の芦澤です。そして欅坂46の大関梨花です。田真中です。あ、神奈川県16歳の高田くだぜです。高田くだぜ、高田くだぜ、高田く、今16歳、高校1年生か。あ、はい。もちろんこう並んでるってことは欅坂めっちゃ好きってこといいんだよね。もう当たり前です。なんてこと聞いてんだと。愚問ですとこれは。すいません、こっちのこと。早速じゃあギャグで握手会開催するから、高田くだぜ、もう好きなこと思いの丈を伝えろ。準備大丈夫か。はい、よし、じゃあ逆転握手会よい、スタート。大関さんと同じ誕生日なので、大好きな大関さんと誕生日をお祝いしちゃいたいです。うわ、嬉しい、嬉しい。じゃあどうする、はい、どっちから行く、お前から行くか、まず。あ、はい、うん、うん、じゃあ誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい。なんかほんとシンプルだ、カップルみたい、ね、これ結婚式みたいな。結婚式みたい。じゃあ私から、はい、お誕生日おめでとうございます。16歳、1年間、自分なりに楽しんで充実した日々を過ごしてください。 ありがとうございます。本当にもう感謝です。なんか神奈川県出身っていうとこも一緒なんですよ。あ、そうか。私誕生日も同じだからびっくりですね、うん、親近感湧きました。あ、はい、そうですね。やばい、緊張してるから。相当緊張してるね。緊張します。高田くん、はい、大関さんがさ20歳になったわけでさ、はい、どういうこの1年間を歩んでほしい、高田くんとしてからしては。やっぱり20歳なので、うん、もう美しく美しい、美しいですよ。美しいですよ。美しいですよ。感想になった。そうね、もっと魅力を出せるように頑張りたいですね、やっぱり。じゃあ、はい、大関さんは高田くんにこの16歳からの1年間はどういうの過ごしてほしいかだけ最後いただいて、うん、今高校生ですよね。あ、はい、やっぱり、うん、やっぱ高校生しかできない
ことを楽しんでやってほしいです。今を大事に、ね、はい、頑張ってください。わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとう。ピピからも一言、ピピから、ね、お誕生日おめでとうございます。高校1年生、いい青春を過ごしてください。ありがとうございます。はい、時間です。あ、でもよかった、充実した時間だったでしょ。今のは最高だったの、高田くな。はい声プルプルじゃないか。でも追いついてないと思う、心と。ちょっとゆっくり話したいですね、また、はい、ありがとうございます。ありがとう高田くん、ね、ありがとう、バイバイ、はい、失礼します。いや、時間だ。そうなんです、早いもんだ。黒板の時間になってしまいました。今日は来ていただいたお二人にここお願いしたいんですが、どちらが気になりますか。じゃあ瞬角、あ、瞬角じゃん。じゃあ二人で、はい、何かけて、おぜピッピスタイルの黒板で。みんなな、ごめんな、つなげなかった。もうめちゃくちゃ並んでくれた生徒たくさんいると思うんだけれども。でも私のワルツ15歳女の子もね、はい、ね、ピッピのこと大好きなんですって、うん、私のワルツちゃん女の子、ルック4にもね出てくれるってことだよね、うん、なって。ちなみに最近どんなバンドの曲聴いてますか。おー、あー、なんかマットっていう、マットさんっていう、私ライブで初めて聴いたんですけど、すごいかっこよかったです。マットを聴いてる、マット、マット、あの、さあ、それでは書き上げていただいた黒板を読みいただいてよろしいでしょうか。今を大切に、自分らしく。少しだけお話しいただいてもよろしいでしょうか。はい、私が今を大切にって書いたんですけど、なんだろう、明日って来るかわからないから、今やろうって思ったこととか、もう全力で、失敗してもいいから挑戦していいんじゃないかなって私自身が思ってるので、皆さんにもぜひそのチャレンジ精神を持ってもらいたいなって思います。ありがとうございますなんだろう、自分らしくって書いたんですけど、やっぱ自分らしくいくとどうしても枠を超えてしまう時があるんですけど、それでもいいんじゃないって言ってくれる人がいると思うので、自分らしく生きていってください。スクールオブロック、ブルボン、宇治屋ルックチョコレートがお送りしました。最後に生徒のみんなに素敵な言葉をお二方からいただいて、はい、本当にたくさん苦労もあるでしょうし、楽しいことだけじゃないわけじゃないですか、はい、だけどもなんかそういったこう戦いのね、仲間うちでもあるでしょうし、己ともあるでしょうし、うん、でもそういった末にこう今5枚目までたどり着いている欅坂46はマジで本当に奇跡だと思ってるんで嬉しい、涙ですわ本当に。他人のことなのに熱く語っていただいて、だって今後ねどうなるかも分からないでしょ自分たちも、でもそれをこう見させてもらってるっていうのも、この同じ時代に生きられて俺は本当に良かったと思ってるんでマジでありがとうございます。またぜひ遊びに来てください、はい、でもいつでも来ます、明日でも明後日でも、あ、いいよ、あ、でもね明日はねトゥワイス先生がねあ、そうか、ちょっとね渋滞がすごいから9人来るから、はい、そうだねスペースある時にいつでも、はい、来ます来ます。で挨拶最後するんですけど、はい、せっかくだから、うん、ちょっともう一回電話しよう。あれまさかおまあでもまだ起きてるか、ているのに決まってるでしょ。そうですね、起きてる、絶対起きてるよね、起きてそうだったもんね、うん、最後で挨拶しよう。あんだけクッキー食べてるからね多分ねそうね、あ、磨いたのかなちゃんと大丈夫なのかな。乾パンめっちゃ食ってたって言ったもんね乾パン、なんで、なんで乾パン食べた。私食べたことない。もしもしあ、もしもーし、ゆりなちゃん、はい、聞いてた聞いてた、聞いてました。じゃあもう終わりなんだけど最後一緒にさ、はい、挨拶いい挨拶、うん、はい、いいです。じゃあそれで終わろう断られたみたいでいいですよスクールオブロックは明日夜10時に再び開校、起立はい、立ってってことで、ピッピちゃんも尾関ちゃんもどうもありがとうございましたね。ありがとうございます。じゃあゆりなちゃんも一緒によろしく。はい、でまた明日バイ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 。30秒あるから途中吸い込まれると思いますけど、 3人でもう好きに喋ってください、自由な時間で。ピピお疲れ、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 楽しかった、楽しかった、また来たい。校長好きになった、好き校長も教頭も好き、おー
へへへ。